とりあえずね、一旦、ポケモン前の動画何撮ったか忘れたんですけど、多分改造部屋かな、改造部屋潜る動画撮ったんですけどね。とりあえず、まあ、昼飯のね、準備とか、動画の、ね、移動とかね、ある方終わりましたんでね、後半戦やっていこうかなと思います。まあ、とりあえずね、まず時間にねえとからね、今日2本目ですね。で、一応ね、あと1分ぐらいしたら、あ、その前充電がねえよ。したらね、あと1分ぐらい、まあ、あと1本ぐらいか、30分1本勝負で、まあ、時間にねえと撮ったら、そうですね、一旦、あっちの方行きたいかなと思いますね。スカルトの方の、ランクマがまだね、全然スーパー行ってないんで、ちょスカルトの方狙いです。その間に充電しながら、で、改造部屋の方行きたいかなと思います。とりあえず一旦、どうしようかな。まあ、はばかみじゃ意外と弱いんだよね。まあ、スルスルか。まあ、とりあえずゴミポケですけど、まあ、とりあえずね、行きたいかなと思います。結局、誰が来たの見てなかった。というわけでね、昼飯の準備はできたんで、まあ、カップラーメンですけど、食いながら行きたいかなと思います。暑い時にね、まあ、結構ね、カップラーメンっても好きなんで。まあ、塩分補給にもね、なるんで、カップラーメンは、ものによっては。まあ、ピクシー、まあ、改造すかね、おそらく。で、ドドケさんか。リーフストーン俺じゃない。おお、でも結構決まったっすね。なんか、あれだな。カメラタッチしても動かなくなった。ちょっとピンとこなかった。面白いです。ああ、やっぱり改造なんだ、あいつ。やっぱ暑い時のラーメンいいっすね。てかさ、なんでドラゴンタイプのポケモンにさ、ドラゴンタイプ出すのかが理解に苦しむんだよな、俺いつも思うんだけど。これで負けたら最悪すぎでしょ。あ、ドドケさんも負けん気なんだ。あ、じゃあよかったね、まだ。急所か、これ。いや、これで急所じゃないってのと、もう多分、リュウマイ、多分3発ぐらい積まれてんのか、もしかすると。あー、2発で済んでるんだ、一応。まあでも、どっちか1回踏んこびれたとしても、もう意味ねえんだよな。まあもう配信処理ですね。じゃあちょっと終わらせに行きましょうか。
あれかな、意外ともう、オーロンゲって研磨できんのかな。オーロンゲ研磨できるんだったら、オーロンゲ使ってみたいなとは思うんですよね。ちょっと待ってくださいね。あー、とりあえずカッパラも美味しかった。まあでもあれですね、ボーマンダの上位互換はないですね。あれは論外すぎる、ぶっちゃけ。あーでもオーロンゲダメだ、 B が弱すぎるんだ。 B65 か、ちょっときついっすね。でぶっちゃけ研磨も覚えないや。うーん、まあゴミ部屋っすかね。まあミューが補佐に回ってくれるんだったらありっすかね、分からんけど。まあ、ミュウどうなんだろうね、ミュウを出す以上サポート型になるのか。あのマリルに装飾じゃないの。あ、終わった終わった終わった、もう終わった終わった終わった。受けるんだけど、しかもサポート型じゃないんだよ、このミュウも。このミュウでもう終わりっす。いや、力ずくのミュウとか、あのマリルとか考えらんねえわ。いや、普通は常識的に装飾なんだよ、草タイプに出すんだから。これはこのさ、レンってやつバカでしょ。頭悪いの次元を超えてる。間違えた、ごめん、間違えた、次元攻撃しちゃった。マジで言っちゃ悪いけど、アタッカーのミュウなんて考えらんね。まあ一番の難点はもうマリルリっすね。もう装飾じゃない時点で論外なんだよな。はい、ごちそうさまでーす。あ、美味しかった。
どうしようかな。どうせ勝てないんで、アホのポケモン使っていこうかな。確かに、ヒスヌメがね、あれ、B 型のヒスヌメっていたっけ、うち。いたかどうか記憶にないんだよね。まあいいや、どうせ。試合ぶっ壊されるんだったら俺でもぶっ壊してるってね。あれですかね。俺にもぶっ壊す権利はありますからね。うん、もう、はばかみの時点で身長おさしいっすね。さて、誰にしよっかなー。どっちのヌメルゴンにしよっかなぁ。いや、アシットボンブ積むのはね、バカのすることだから俺しない。あ、アシットボンが確かいないか。どうしようかなぁ。じゃあこれでいいか。どうしようかな。まあ、とりあえずテラバ散髪っちゃうか。しかもあれ、ハバカミ改造じゃね？ああ、やっぱりハバカミ改造っぽいっすね。じゃあもう試合終わりかな。あ、そっか、これ。あれごだと、そっか、特性見えなくなるのか。まあいいよ、とりあえず、あ、間違えた。とりあえずじゃあ呪い積んじゃおう。入れ食いっすね、幅髪。もうこれ試合終わりに終わらしちゃっていいでしょ。これ以上は無理か判断。で、ハバカミ何回目で死ぬの？さすがにアシッドボムだけじゃそんなに火力出ねえか。このワイドブレイカー多分耐えねえか。だよな、これ耐えねえな。もうこれしょうがねえ。
でもやっぱ思うな、ピクシーも確かに特性天然かもしんないけど、積まなきゃ打点はないっすね。そこはフェイリータイプの弱点でもあるんだよな、これ。ザシアンで行ってみるっていうのありか、研磨しまくって。だったらザマゼンタの方がマシか。どっかにザマゼンタ残ってねえかな。いや、ランクまで使っちゃったザマゼンタしかないか。あ、これが一旦頑張ってる。全く振ってないザマゼンタだけど。全く振られてないザマゼンタしかいねえな。これは、でもこれちょっと鋼タイプくっついちゃうんですよね。確か。縦の影響で。ちょっと遊び半分でザマゼンタにしてみるか。あら、ザマゼンタこれ鉄壁って素で覚えたっけ？鉄壁は素で覚える。ワイドガード、逃亡いらない、噛みつくいらない、アイアンヘッド、まあ、アイアンヘッドは入れとっか。あれ、メタルバーストってどっちだっけ？メタルバーストって相手能力だけ体重だっけ？あ、受けた技か。あ、じゃあメタルバーストでいいや。で、格闘テラスのままでいいから、ちょっと待ってくださいね。もうさ、どうせ遊ぶんだったらさ、悪ふざけしちゃってもらっちゃうんですよね。言い方悪いけど。どうしようかな。で、念のため初手のリーフストーン食らってもいいように一応 B 上げといて。で、地震食らったとき困るんだけど、でもドラゴン技ってなるとやっぱり盾持たしておいた方がいいのかな。どうしようか。とりあえずボディプレイあるか確認するか。ボディプレイなかったら終わりなんだよな。なかった気がすんだよな。あったっけ、ボディプレイの予備。ないことが決定したな。しょうがないか。ボディプレイの予備作るか。あった。うわー、なるほど。アルクジラの油がねえんだ。アルクジラってどこで出るんだよ。じゃあいいや、これやめとこうか。あとでそうですね、ボディプレが手に入ったら育成するか。あれ、ザマゼンタって俺でも2台しか持ってなかったっけ。もしかしたらかな、スカーレットの方に持ってっちゃったのかな。なんか育成するのめんどくさいからって共通に使ってる感じなんだよな。あ、違う、何体かいるわ。いたわ。鉄壁ボディプレが1体いたわ。そしたら、ちょっと待ってくださいね。これの A を全カットして、もうちょっと特防削っちゃっていいな。よし、こんなのでいいっすね。で、一応鈴も足してみるか、遊びで。ここから今取ったやな。 OK、 よかった、予備のザマ全体いて。まあ、ザマゼンタが使えるか分かりませんけどね。あ、よりによってこれか。さあ、結局ザマゼンタいるんだけど、味方に誰がいるか全く知らん。氷入れといたら溶けんの早っ。20分ぐらいで満杯の氷がほぼ溶けた。あれ、コーラどこ行ったっけ。
うわ、ちょろダメージ。うわー、買ったぞ、マゼンタ。やべ、ここでリセットかけられたもん。最悪すぎる。これリーフブレード一発で急所に当たったら終わりそうだな。一匹積んで、また積んで、うわマジだから言ったよな、急所に当たったら一発で持ってかれそうっつって、本当に持ってかれたわ。まあ積むしかねえ。40か、急所に当たんなかったら一発あるな。あ、そのように回復入れてくれたナイス。オッケー、急所に当たんなきゃこっちのもん。で、タイプ1、B6 段階、どっこいしょー。つえー、ザマゼンタ怖っ。破壊力えぐ。まあまあ、まあまあ、塩辛か。ちょうど塩辛？まあまあ、悪かねえ。ちなみに動画のアップロードってどこまで掘ってんだ、今。85% か。なんかね、昨日の動画もね、まともに処理終わってないんで、今日大変なんですよね、件数が多くて。そしたらまた、ここで来て動画切り替えちゃうかね。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。